にちは、中井岳です。今回も児玉ゴルフクラブよりお送りしております。16番ホール324ヤードパー4です。児玉ゴルフクラブ名物のアリソンバンカーがグリーン手前に待っています。あのバンカーに入れない、まずマネジメントを考えなきゃいけない。となるとやっぱりフェアウェイからセカンドショットを打ちたいなというふうになります。で、あのアリソンの手前にある左のバンカーが越えるのに200ヤードぐらいですので、ちょうど入ってしまう、もしくはちょっと捕まると、まあうまく回避できるかなというようなタイプのバンカーで、右は傾斜があるので狭く見えるんですが、実際には意外と広いです。まっすぐ打ちたくなることによって、結果左に捕まって林ということを誘発するようなティーショットの見え方になっています。なのでティーグラウンドを左から少し右目に向かって打っていきたいと思います。右目に打っていく時の注意点としては、どうしてもやっぱり打ち上げなので煽ってしまってプッシュアウトというのが一番危険なミスになりますので、まあそういったことがなるべくないようにしたいなと。もうカートのラインぐらいまで右に出しても全然フェアウェイもしくはラフに残るので、右は思いっきり広いと思って打ってみます。バンカーをしっかり避けて右サイドのフェアウェイに行きました。はい、セカンドショット地点に行きました。ピンに対してアリソン関係ないです、やった。まあ74なので、50度のウェッジを持ってスムーズなスイングを心がけたい。ただ一つポイントは、ちょっと昨日結構雨が降ってまして、ちょっとぬかるんでる、まあ、そういうところのライっていうのが気をつけたいですね。やはり打ち込みに行ってしまったりすると、噛んでしまってボールが全く飛ばないということになってしまうので、こういうライほどなるべく手前から払うようなイメージで、とにかく右サイドをなるべくこう出さないように、少し右に残った状態で少し薄めに打っていくというイメージで打ってみたいと思います。はい、というわけでナイスの3打目です。一番パッティングにおいて入りやすい、決めやすいとされる上りのフックライン、距離は約5メーター。この上りのフックラインが入りやすい理由っていうのは、まあ少し右に切れると思って右目に向いてちょっと引っ張ったとしても、強めに入ってまっすぐ転がって入る、押し出したとしても傾斜で戻ってきて入る、ラインの読み違いに対して割と寛容に、ですからミスパットイコール3パット4パットにつながっていくようなラインじゃないという意味では、この上りのフックに残しておくっていうのが一つ、そのパーを目指す、もしくは80台で常に回れる意味でもなるべく心がけたいところですから、ピンに対しては常にこう少し右サイドにうまく外すことができれば、こういうラインが残ります。しっかりやってみたいと思います。いやー、狙いったちょっと若干の失態をしてしまいました。ただオーバーしているので、返しのラインはもうほぼしっかりと分かっていますので、ここは緩めず確実に入れたいと思います。はい、アリソンバンカーをしっかり攻略して、パーを取ることができました。ただちょっといいライン、バーディーチャンスと、あ、狙い取りやすい、そういった思いがですね、ちょっとタッチを強くさせてしまって、結果的には返し、下りのスライスという難しいラインを残してしまったというところに少し、まあ、反省点は、こういうところでボギーを打って流れを崩してしまうということがやはりよくあって、ここからのスコアの大崩れというのもあるので、やはりこうチャンスの後にはピンチありじゃないんですけども、そういったところをしっかり締めて、パーもしくは80台を目指していただきたいと思います。あ、よかった、ナイスパー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。